矢部内正幸は、日本の動物画家で、絵本作家。矢部内正幸と表記された著書もある。絵の技術は独学だが、動物学者の今泉義則の下で基礎を習得。僕は、毛書きというほど鳥や、動物の羽毛や毛の一本に一本まで、丹念に描くため、図鑑の差し絵は聖地でありながら親しみ深く温かい。描いた絵は一万点を超える。 サントリーによる愛鳥キャンペーンの新聞広告で1973年度朝日広告賞第2部グランプリ1983年コウモリで第30回産経児童出版文化賞1989年日本の恐竜が第9回吉村少子記念日本科学読み物賞1992年野鳥の図鑑で国際児童図書評議会オナーリスト賞受賞 鳥や動物を愛し、それらを精魂込めて描き続けた。私生活では、快活で、冗談好き、気さくな人柄のため、友人たちから親しみを込めて、ヤブさんと呼ばれた。鳥や動物たちの生きる場としての環境保護にも深い、関心を持っていた。1940年、大阪府港区に生まれる、大阪学芸大学附属天皇寺小学校。 大阪市立天皇寺中学校を経て、1959年、大阪府立夕日が丘高等学校を卒業。小学生の頃から鳥や動物を見たり描いたり、するのが好きで、動物園に行くと、目当ての動物の前に行っては、いつまでもずっと見続けていたという。小学3年生当時に、動物学者の高島春夫と手紙のやりとりをはじめ、後今泉義則。 高城の庭ゆうとらとも文通するようになる。高校3年の時には、大正から昭和にかけて活躍した小林絵さんの蝶類画に感動し、蝶類原色大図説にある小林の鷲紙高類の挿絵をすっかり模写するまでになった。この頃、福音館書店の編集長、松井忠氏は、世界で最も詳しい動物図鑑の観光を企画し、挿絵の描き手を探していた。 松井に相談を受けた今泉がまだ高校生の、矢部内から届いたハガキのイラストを見せて推薦。松井は大阪に赴き、矢部内を説得。矢部内は迷ったものの、己の好きな道を行くべしと恩師に悟されて、高校を卒業後上京。動物画の描き手として、福音館書店に入社し、動物画家としての勉強を開始する。動物図鑑1959年。 矢部内は、福音館書店に入社し松居宅に下宿した。当時の福音館書店は、小さな会社で、同僚に、今江義友や水口健などがいて、仕事場である編集部は、千代田区水道橋の木造民家の2階で、1956年に、創刊された、月刊絵本子供の友や、月刊誌、母の友、絵本、児童書などの編集が進行していた。その傍らで、 藪内の動物が修行は始まった。国立科学博物館の今泉義則のもとに、通って指導を受けながら、動物の骨格や、剥製のデッサンを繰り返して、動物の骨格や筋肉の動きを学び、動物図鑑の標本画を描く力をつけていく。国立科学博物館と上野動物園に通う日々が続いた。一年の地道な努力の末、藪内は、 動物図鑑の挿絵画家としての技量を習得していた。1960年に今泉が表した原色日本哺乳類図鑑でははや次回の突板画を描いている。1962年には芸類学者西脇商事が表し、矢部内が挿絵を描いた芸類、気脚類が脱行上司。小原秀夫、今泉義則による世界哺乳類図説、食中目。 ツバサ目と世界哺乳類図説、単行目、優待目も脱行。しかし1964年、福音館書店の世界哺乳類図説は、企画半ばで中止となる。当時まだ小さな出版社だった福音館書店は、絵本出版に全力を注ぐべきであり、網羅的な動物図鑑という大事業に、作余力はないという経営判断によるものだった。 松井はすでに脱稿していた部分については香料を払った上で執筆者に原稿を委ねた。動物図鑑のために描かれたやぶうちの挿絵はしばらく日の目を見なかったが、やがて芸類、帰客類が東京大学出版会から1965年9月に出版される。1966年には動物学者小原秀夫、今泉義則による世界哺乳類図説の 食中目、河津サ目編と、炭鉱目、幽体目編が新視聴者から出版される。また、1979年に、これらの延長上に企画された、鹿間時雄著、古脊椎動物図鑑も、やぶうちの挿絵で出版される。絵本と挿絵1964年、状況の目的だった、図鑑挿絵の仕事がなくなって戸惑い落胆する、やぶうちに、松井は、 ソビエト連邦の動物文学者、ビハンキの作品、コネズミピークとくちばしを示して絵本制作を進める。1965年10月、初めての絵本、くちばしが子供の友115号として配本される。様々な形のくちばしを持つ鳥たちが正確かつ、生き生きと描かれた作品となった。松井はこの絵本を諸女作とは思えぬ重厚な作品。 新しい特筆すべき動物絵本作家の登場と高く評価する。1966年11月、福音館の幼児絵本、動物の親子が出版される。子供が初めて出会う絵本として背景を省略し余白を活かして動物たちの姿を明確にイメージ化した本物を感じさせることができる絵であり、その頃主流であったおもちゃのような動物絵本とは一線を 学するものであった。1969年4月、松井は子供のための新しい科学の絵本として、科学の友を企画し、その相関号に、科学的かつ子供の好奇心を誘う力を持つ絵が、描ける画家として、矢部内を起用し、彼の差し絵による尻尾の働きを配本する。1970年の西脇小児長クジラでは科学の絵本としての正確さを持ちながら、 劇的な物語性のある画面を作ることに成功している。矢部内も会員であった日本哺乳動物学会の開始哺乳動物学雑誌によれば同じく会員であった西脇商事の所属が1965年に東京大学海洋研究所に所属変更されている。1970年斉藤敦夫の児童文学ガンバの冒険シリーズ第一作。 フリックの冒険の差し絵を描く。斎藤は動物を誤りなく正確に、しかも生き生きと躍動的に、さらに物語の担い手としての表情も描くことのできる画家と矢部内を表し、さらに矢部内から八丈島のイタチの由来や絶滅に瀕している日本カワウソの話を聞いたことが、後の冒険者たちやガンバとカワウソの冒険を生むきっかけになったと回想する。 私生活1965年3月、福音館書店での同僚、小井幸恵と結婚式た玉郡国立町に住む。この地で、今井義とも田島製造と親しく付き合う。1969年9月、長男龍太が誕生。1971年、福音館書店から独立し、フリーの動物画家となる。サントリーは、日本鳥類保護連盟の協力を得て、 サントリー愛鳥キャンペーンを1973年5月に開始した。毎月1回、新聞紙面を大きく使った野鳥イラストを通して、環境保護を訴えるのである。ヤブーチはサントリーからこのキャンペーンのためにイラストを描くよう依頼を受けて、このキャンペーンの差し絵やポスターをすべて担当することになる。自社製品を出さずに鳥と環境の保護を訴える広告は、当時としては、 画期的なもので、愛鳥キャンペーンの第1回新聞広告は1973年度朝日広告賞第2部グランプリを受賞する。以後、このキャンペーンは1985年5月まで13年間に渡って続くことになる。1973年から1980年にかけて日本の野鳥シリーズ全6巻が福音館書店から刊行される。このシリーズは 監修を頼んだ、日本野鳥の会の高野真司、担当編集者と共に、北海道、長野、伊良子三崎など、野鳥の姿を追って、各地を取材旅行して作成され、図鑑として正確で、わかりやすく、かつ絵本としても、画集としても美しく楽しい作品となっている。1975年1月、記念切手、自然保護シリーズ、アホードリが、 ヤブウチのイラストで発行される。1975年3月、山品鳥類研究所が、レッドデータブックに報告している日本のデータをまとめて、日本語版として刊行した、この鳥を守ろうそれが人の生命を守るでも鳥のイラストを描く。1977年から1991年にかけて出版された、世界の生物分類と飼育1から12で差し絵を,を担当。 1977年、福音館書店から2から3歳児向けの年賞版、子供の友が創刊される。この年12月号に、小森厚志の文と矢部内の挿絵で、動物のお母さんが、通刊第9号として配本される。1983年、小森、地下実験室からの報告が、第30回産経児童出版文化賞を受賞。1985年、 吉祥寺東町にアトリエを構える。1989年、福音館の科学の本、日本の恐竜、長谷川義和著、矢部内正幸がが、第9回吉村賞式記念日本科学読み物賞を受賞。1992年、野鳥の図鑑、に、和屋公園の鳥から海の鳥まで、で、国際児童図書評議会オナーリスト賞を受賞。鳥類図鑑以外にも、 岩崎書店の絵本図鑑シリーズで、1991年に、野や山に住む動物たち、日本の哺乳類、1994年に、海に住む動物たち、日本の哺乳類2を作成。カラー刺し絵と白黒の図を駆使した、美しくわかりやすい図鑑となっている。この頃の矢部内は、絵図鑑に刺し絵を描く傍ら、赤ちゃんのための動物絵本を、しばしば作成している。 ヤブウチの赤ちゃん向けの絵本はしばしばブックスタート事業用の絵本に選ばれている。1994年には兵庫県豊岡市で開かれたコウノトリ復活のための国際シンポジウムのポスターに挿絵を提供している第1回のコウノトリ未来国際会議報告書の表紙にもヤブウチの筆によるコウノトリが大きく描かれているほか、豊岡市民会館の西側壁面のレリーフも やぶうちのイラストをもとに作成された。2000年6月18日、食道岩で死去。60歳だった。2004年6月18日、やぶうちまさゆき美術館が開館。2006年3月、やぶうち最初の絵本、くちばしが解約の上、表紙、見開きを差し替えて、くちばしいどれが一番立派。として再刊される。やぶうちまさゆき美術館は、 ヤブーチマの原画を所蔵、展示する、専門美術館。陶器は休館する。ヤブーが2000年に死去した後、岩崎書店で、ヤブーの編集担当だった、イ野久ヒが、原画の散逸を懸念して、美術館建設を遺族や関係者に呼びかけて、ヤブーの原画を所蔵、展示する、ヤブーチマ美術館を企画。山梨県北杜市白州町のサントリー。 白州上流所の隣に町有地を借り受けて建設開始し2004年に会館にこぎつけた。初代館長は井野久夫。後夫人の矢部内幸恵が館長を務め2006年に夫人が死去した後、長男矢部内隆太が館長に就任した。美術館玄関の看板は矢部内正幸と信仰の深かった田島製造の筆である。ありがとうございます。